さあ残るはボールペンということになってまいります、はい、ボールペンしくじり文房具対決ラストはペンとペンでペン掴んでペン立て入れ対決ペン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 明るいな、なんかこんな虫立ちくらみついてるのちょっと初めてこんな大きな声出す立ちくらみがしてしまいましたけど、ペンとペンでお箸のように持っていただいて、そのペンとペンでペンを掴んでペン立て入れに入れるとおいうゲーム、チームごと2人同時にチャレンジしていただき、椅子に座って机の上に転がってるペンをですねペン立てに入れていただくということですね、はい、これを転がすんですか、こうやって30秒、じゃあ1チームずつ、じゃあ机の上、あ、すごい、フィールドをちょっとクリーンアップした方がいいですね、すごい、いきますよ、30秒ですからね、はい、高山ちゃん、はい、30秒だから全部いきますよね、ね、102対0で勝とうよそんなにないだろ、ボールペンがお前は何言ってんだ、ボイスローどうなってんのおかしいの今日そうよやだー、言いますよ、深夜みたいな感じになってまだ14時40分ですよ昼間ですよ、夜のラジオが怖い今日そうかな、春日が何とかしてくれるよそれではいきますよ、澤部チームペン立て入れ対決よーい、ちょっと待ってこれは掴めないぞここが醍醐味だ、さあなかなか掴めないんだ、頭を使ってくださいね、ペンとペンでペンを、あ、いいですよ、そういうのも違う、さあ残りもう残り10秒だぞ、もう残り10秒だぞ、もう残り10秒5、4、3、2、1、ゼロ本でございます、これ難しいですよ、さあ不本意な結果になってしまいました、これは吉村チームだいぶ気分的に楽に、ね、グッズ粗末にしていいんですか番組でこれだけ余ってるこれだけ余ってるあっちさあそれではまあ1本を目指せばいいってなっちゃいますからね、有利だな、ちょっとやばいな、これはちょっと有利かもしれませんけど、ヒントを見せちゃったね最後、100ポイントですからね、なんて言ったってあれ100ポイント、あの空気で通ってるんですね、ちゃんと、もちろん通ってるんですよ、ちゃんと、それではいきます、失礼、よーい、難しいですね、持って、えちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと早いって、早いって、さすがに、ね、ちょっと待ってさ、しくじり文房具対決吉村チーム優勝早いじゃん、チェン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 、何がいいね、勝ったんだもん、もっとだって、もっと残り10秒とか、いや、これは勝負ですから、うん、これタラレバになります、タラレバ、9秒、9秒で吉村君が1本入れたんです、吉村チーム100ポイントで優勝です、やったおかしくないですか、何ですか俺もこんなこと言いたくないですけど、こんなお決まり、何がこっちだ、お決まりのやつで、おかしくないですかなんだよこのルール、たまらない空気だぜなんだこれいいですねすごいですね、これおしまいなんですよね、終わりです、で、うわ、でも勝った方が豪華、勝った、うん、豪華プレゼント、あ、そうだ、そうよ、そうだ、いいないいな、いいな、なんだろう、勝ったから、うわ、何、なんだろう、お勝ったチーム吉村君と菊池さんにはしくじり学園クリアファイル1年分プレゼントです、24枚入ってますので、だいたい収録が各週ということで、その週ごとに新品のクリアファイル、これはいいわ、いいなということでございます、おめでとうございます、いりません、受け取りなずに、え、商品ですよ、おめでとうございます、ありがとうございます、おめでとうございます、ね、すごい、かわいい珍しいアイドル、普通のアイドルの発言、菊池が最後気を使ってくれる珍しい、とんでもない空気だったからね、どうも、はい、ということで
このようにしくじり学園のこの文房具魅力が溢れているわけなので、ぜひ視聴者の君も使ってみてください。遊びはほどほどにな。あんただよ、遊びはほどほどには。違う人になっちゃった。顔で落とした。慣れてないんで肩を痛めちゃった。やめなさい。授業か、うん、次先生来るから綺麗になして。いや情緒がおかしいじゃん。え、でもなんか逆に若林さんって家であんな感じなのかなと思って。もう何も言わずに、うわ、あっちサイドに。あ、ほら、あっち行けないよ。あっちどこ、どこ行くのあれ。どこだろう、どこだろう。あれ、あれ、あれ、待ってる。わざわざ遠回りした。中庭、働きすぎだな。働きすぎで、ちょっと、うん、まあいいでしょ、ここで悪い部分全部出してもらえる。